メルセデスベンツ EQS ね、ライドナウでは海外試乗会での模様でね、 EQS の AMG も EQS もね紹介してきましたけども、いよいよ日本上陸となりました EQS450 プラス、今ねもう来たばっかりの車乗ってます。これでね早速日本のね、環境で乗ってどんな印象なのか確かめてみたいなと思います。行きましょう。はい、スタートボタン押します。おなじみのサウンドが鳴りました。で、わかります？ずっと鳴ってるんですよね。こう静寂にならないでちょっとだけね音楽流れ続けるんですよね。面白いですよね。行ってみましょう。はい、今ここ出てます。フロントのステアリングアングルに対してリアも 4.5 まで切ってましたね。小回りが効くんです。この話もね後でしていきましょうね。EQ という名前のもとにね電動化戦略を進めているメルセデスベンツですが、このね EQS は一つのまあハイライトと言っていいのかなというふうに思います。何にしろね、初めてのバッテリー EV 専用プラットフォーム、ね、EVA2 という名前がついてるんですが、これを使って作られたモデルがこの EQS なんですよね。そしてさらに言うと、やっぱりね S クラス相当のモデルだってことは社名からすぐ分かりますよね。このレンジにかなり早い段階からね、しかも専用設計のつまり S クラスのバッテリー V 版ではなくてね、全く新しいデザイン、全く新しい機能、走りを持った車を投入してきた。ここにはね、まあものすごい決意というか、そういうものを感じますよね。で、実際この EQS ね、本国ではもう2021年の頭ぐらいにはね出てましたよね。発表自体は本当に前半でした。で、私自身も去年のちょうど1年前ぐらいですね、 IAA の時にね、ドイツのモーターショーの時に乗ってますんで、そうか、そう考えるとねやっと来たなという感じですよね。まあ、実際ねその IAA で初めて展示された EQB、 こちらがすでに日本も走ってるわけですから、もう満を持してというか、今回 EQE と EQS がね2つ同時に日本導入となりましたけども、やっぱりこのねメルセデスベンツにとっては何でしょうね、支柱というか柱、背骨となるセダンモデル、これのバッテリー V 版というのはやっぱ気合が入り方が違うというか、まあそういう部分はあるんでしょうね。もう本当に満を持してというか準備に準備を重ねて入れてきたなと思います。というのは実はね、結構東京近郊の方だったらね、あの道でカモフラした車に出会ったことあるんじゃないかなと思うんですよね。僕も何度か遭遇してますけども、はい。まあ本当にあのハイテクとかも山盛り、もう見ての通りという感じ、ね、走り出しの時の音からしてそうですけど、まあそういうものをしっかりテストして日本にね、まあ日本の、しかもその中でもね、人一倍うるさいであろうこういうクラスのユーザーに届けたいというところで、まあじっくり時間をかけたのかなというふうに思います。で、この EQS、まあ本当に繰り返しになっちゃいますけど、メルセデスベンツがねバッテリー V で何ができるんだということをしっかり示すね、はっきりと見せつけるモデルと言っていいのかなと思います。その新しいプラットフォームの上に作られたボディはね、全長 5.2 メートルですから、もう本当にね S クラス並みで、実際全長全幅ともにほぼ S クラスよりちょっと大きいぐらいっていう感じですかね。はい、全高もそうですね。はい、そうなってます。 S クラスロングよりかは短いけどというところですね。実際には全長 5225mm、 全幅 1925mm、 そして全高 1520mm となってます。そしてね、まあそのサイズもそうなんですが、見た目ね、かなりこのフォルムがねもう出た時のインパクト大きかったし、今実際にこのね日本の街中で見てもすっごいの来ちゃったぞって感じしますよね。まあ弓を引いたような形というふうに言うんですけども、キャビンフォワードで、ね、クーペフォルムになってます。今までのいわゆるセダンの伝統とはね、もう全く違うと言っても過言ではないようなフォルムですよね。まあ、このフォルムが、まあ、目指したのはもちろん先進性一つありますよね。まあ、フロントグリルがなくてその代わりブラックパネルになっている、まあ、ここから始まって、どこから見てもねこれは新しいのが来たぞと、でユーザーは新しいのに乗ってるぞという感じ、この人はすごい新しい先進的なものに乗ってるみたいなことをね、まあ想起させる、そういうところもあると思います。そしてそれだけではなく空力ですね。
これね、もちろんホイールとかでちょっと違ってくるんですけども、19インチホイール仕様、これ日本にはちょっとないんですけどね、の場合だと CD0.2 なんですよ。 0.20、 これはもう市販車としてはもう本当に驚くような数字ですよね。まあ、そのためにはこのフォルムが必要だったという意味もあるのだろうなと思います。そしてまたさらに言うならね、この車実はテールゲートを持つハッチバックになってます。ここにねすごいユーティリティ性という要素が加わるんですよね。今のラグジュアリーってなんだろうって、メルセデスベンツはこれねゼロスタートでできるというところでじっくり考えたんだと思うんですよね。さらに言うと、もちろんそこ視野の片隅にはテスラモデル S の大成功というか、メルセデスにとっては目の上の炭鉱部と言ってもいいのかな、そういう感じでありますけど、モデル S ってねハッチバックですごいユーティリティ性持ってますよね。まあそういうところまで見たのかなというところでこのフォルムが生まれたということで、見た目は僕はね大好きになっちゃいましたね。最初はもうギョッとしたと言ってもいいと思うんですけど、バランスも取れているしね、まあ、EQE が同じようなフォルムで来たんですけど、あちらはねハッチバックじゃなくてセダンで、まあ、ちょっと全長短いですよね。これぐらいね、まあ、使い勝手とかさておき全長あるとこの伸びやかなクーペフォルムになるのねと思うと、このね EQS のスタイリングは相当で、この車 AMG ラインなんでホイールとかも精悍だし、そもそもボディ色黒ですよね。まあ、これはねやばいって感じがしちゃいますね。インパクトな見た目、外観だけではありません、内装も、はい、見ての通りのこれですよ。 MBUX ハイパースクリーンという名前が付けられています。実際にはねドライバーの眼前のメタパネル、そして、まあ、普通よりかもでかいこのセンターディスプレイ、そして助手席の前のディスプレイ、この3つのディスプレイをカバードグラスで覆ったというのが、まあ、この、ハイパースクリーンの概要なんですが、この未来感は半端ないですよね。実際にできることって実はそこまでものすごい新しいわけではないとは言えると思うんですけど、もう室内に入ってこれが目の前にあるだけでわって思ってしまう、そういうところあると思います。で一方でこのねすごいハイテクの曲みたいなものを使いながら、他の部分は非常にオーセンティックにまとめられてますよね。でそれがちゃんとメルセデスらしいしっとりしっかりしたクオリティで、作られている。まあ、このねインパネの優美なラインとか、この辺のねウッドの感じとか全部がねとても上質感ありますね。上質感とだから先進性、先進感みたいなものが、まあそして伝統とハイテクみたいなものが一体になっている、これはね文句なしって感じがします。リアシート、こちらもやっぱり広いですね。さっきね EQE の話が出ましたけど、ホイールベースがねそれよりも90ミリ長くなってる、なので足元にすごく余裕があるというのと、クーペフォルムをね、まあそのおかげで余裕で取ることができたみたいなところでしょうかね。リアシート座ってみると、はい、頭上とかにも十分な余裕ありますし、足元も広いで、もうシート自体もね非常に大きくて、まあマッサージ機能とかもろもろいっぱいついたね、パッケージついてるんですけど、まあそれをさておいても空間だけでも非常に、落ち着けるというか、この車こそは本当にリアシートに、人を乗せてもね、すごく満足させるものになってるのかなと思います。そしてね先ほども触れましたがテールゲートありますよね。開口部めちゃめちゃ大きいです。で開けるとラゲージスペース自体もとても広いです。どのぐらい広いのかなって指標としてゴルフバッグ 9.5 インチ、まあよくねこういう時の指標に使われるもので、特にこの、車の場合はメルセデスベンツのね用意してる用品のゴルフバッグを使ってるんですけど、その 9.5 インチゴルフバッグ4個入るんです。これ結構すごいですよね。どうやって入れるのかなと思ったら、縦に4本並んでました。実際荷室長すごく長いです。でリアシート左右ともね倒すことができるんで、もうそうするとねユーティリティというかそういう意味でもバッチリというふうにね思います。どこ行こうかなみたいな感じがしちゃいますよね。本当人を乗せて快適だし、そこにたくさんの荷物を乗せることができるというわけですね。今回ね EQS はこれと EQS53AMG ね、こちらの2モデルでの導入となりました。実は本国では EQS580 のね、フォーマチックこれあって、ライドナウで、僕がねそのドイツで乗ったやつってのはまさにそれだったんですけども、
E-Link 駆動 RWD のこのまあレギュラーモデルと AMG になるとフォーマチックになると、この2本立てできたというところですね。でこの EQE450 プラスだと最高出力は PS 換算すると 333PS、まあ、245kW かなということになります。そしてバッテリー容量は驚きの 107.8kWh で、航続距離ですよ、なんと 700km という数字が出てますよね。まあ、これだけ充電しきるにはそれなりの時間を要する、ね、もし急速充電使っても時間を要するのは確かなんですが、まあ、それさえできてしまえば本当に700キロ走れると、東京を出て岡山まで行ける、もっと行けるぐらいな感じですよね。そのぐらいの容量を持ってるということになります。この EVA2 というプラットフォームね、フレキシブルに大きさを調整できるんですが、実は EQE と EQS ではホイールベースの長さが違いますよね。でこの EQS ではバッテリーモジュールを 2×6 列積んでると。でそれに対して EQE は 2×5 列なんですよね。それが差になっているという形ですね。では走りはというと、もうこれはねメルセデスベンツです。本当にあの極上のメルセデスがここにありますね。静かで滑らか、力強い、まあ本当に端的に言ってしまえばそうなるんですけども、まあ、メルセデスベンツが例えばね V6、V8、V12 と、まあ、気筒数増やしていくね、上に行くほどそういうエンジンになっていくのっていうのは、つまり静かで滑らかで力強いパワーユニットを目指したからだと思いますけども、やっぱバッテリー V のメリットってそこにあるわけで、ここにはねメルセデスの世界っていうのがねあるなということをすごく実感しますね。床下にバッテリーを積んでいる、そしてまあ車重としてもね、前ほど 2.5 トンみたいな車なんで重さを感じないわけではないんですが、まあフロントが軽いね、エンジンがあるわけじゃないということで前後バランスがねとてもいいんですよね。なので乗っていてこう鈍重な感じはなくてね、非常にむしろコーナリングはね軽快だなと思わせるような部分すらあります。だからこう首都高みたいなところ走っててもね、非常にまあなんか楽しく走れちゃうぞというところですね。まあ、一方でブレーキとかでねちょっと前につんのめる感じみたいのはあるのかなと。重心はまあ絶対的な重心はそこまで高くないにしても、まあね、前後はありますしね。そして何よりあの絶対的に重いっていうのもあって、そうブレーキングの時なんかにねこうちょっとねもうちょっとブレーキの初期があってもいいのかなとか、いろんな理由があると思うんですけど、そうちょっとググッとつんのめるような、あ効かねえなと思ってもっと踏んでちょっとこう前に行くみたいなね感じになりがちなのが気になりました。まあこれは慣れの問題かもしれませんけども、街中なんかのゴーストップとかではねそういうのが気になった。ただこうやって走り出しちゃうともう本当に極上なメルセデスライドが味わえるというところですね。でさっきね、まあフロントにエンジン乗ってないからと言いましたけど、もう一つこのコーナリングパフォーマンスに効いてるのは後輪操舵ですね。リアアクセルステアリングがついてます。標準では 4.5 度まで、しかも基本的には速度60キロを境にそこから下は逆位相、そこから上は同位相に切るという形になってます。でもねこれ面白いことにメルセデスミーストアで買うと9度、あとはアップデートね OTA でできるんですけど、これをやると10度というふうに、まあ要するにもっと切れるようにすることができるんですよね。標準のね 4.5 度でも、最小回転半径はね 5.5 メートルとこのサイズ、このホイールベースがしたらね十分に切れるんですけど、オプションでねその角度をね後輪操舵の角度を増やすと、なんと最小回転半径は5メートルまで小さくなります。5メートルっていうとまあほとんどコンパクトカーみたいな数字ですからね。はい、こうすることで街中の取り回しという、まあメルセデスベンツのね良き伝統、まあメルセデスベンツのラージサルーンの良き伝統はここで守られるのかなというところです。ただ乗っててね、あの確かによく曲がるんですけど違和感はないというふうに言っていいかなと思います。なんか普通によく曲がる車だねと。それは街中車庫入れなんかでもそうですね。見るとすごい切れててびっくりするんですけど、運転してる限りはなんかあ普通によく切れて、あ小回りしやすいね、車庫でしやすいねみたいな感じですね。なのでね本当にメルセデスが好き、メルセデスライドが好きという人はこれはねたまらないものがあるんじゃないかなと思います。でもこの車他にもいっぱい魅力があるんですよね。どこから行こうかな。走りに関わる部分だと音ですかね。はい、今踏んでみましたし分かりましたよね。はい、あのここのねアンビエントライトが今ちょっと青白緑が混ざったようなのになってますけど、
ね、フル加速時には赤になるんですよね。それでこれを教えてくれる。そして同時に音、メルセデス・ベンツサウンドエクスペリエンスだったかな、これをオンにしとくと、そういうね音を出して、まあ出してというかね、はい、楽しむこともできると。まあバッテリー部位、車との対話性みたいなところで音が欲しいよなと思う、ね、場面ってありますよね。まあそれをね見事に、その音で演出して答えてくれるというような形ですね。でこれ実はねモードスポーツに切り替えたりするとシュッて言いましたね。まあちょっとここはねそんなに速度出せないんですけど、今みたいに音出てきます。ちょっと AMG だとねやりすぎかなみたいに思ったんですけど、このぐらいの音だったらというのと、まあエンジンサウンドに期待してる車じゃないってことを考えると、まあ何が起きてるのか分かりやすい対話性みたいなものはあるのかなというところで、これはなんか運転をそこまで邪魔しないというか、そのらしさを邪魔しないみたいなところで言うと、メルセデスベンツ EQS には合ってるかなと、いうふうに思いますね。まあ嫌だったら消せばいいってことでもありますしね。そしてねもう一つエナジャイジングエアコントロールというのがつきました。これね、まあ、目玉はヘパフィルターを搭載したことなんですよね。まあ今ね、他のメーカーでもそういうの増えてきているような気がしますけども、室内空間を本当に正常に保つということで、ヘパフィルター付き、まあ、あの状況に応じて使うということなんですけども、まあ、本当に外界というかね、車の外の空気より車内の空気の方が本当に圧倒的に綺麗になる、まあ、なんならヘルシーになるね、エナジャイジングするということで、そういう装備もついています。まあ、とにかくねこの EQS という車、もうすでにね AMG 含めたら2回取り上げてるにもかかわらず、もう本当に話したいこと、話すべきことが多い車なんですよね。他にもね、っていうような最先端機能とかいっぱいついててですね、とてもとても一本じゃ収まりきれないということで、その細かな機能、ハイテク関係に関してはね、あとはユーティリティね、パッケージングユーティリティ、このあたりの話はまたちょっと別にね動画を、撮ろうかなというふうに思います。なのでここはまあ主に走りっぽいことでまとめるならば、いや本当にメルセデスだなという印象ですね。でこれが後席にいても、そうメルセデスだな、 S クラスだなっていう風に感じられる。まあ EQE の動画同時に出してますんで、同じようなこと言ってるじゃんと思われるかもしれませんが、ちょっとね違いをマニアックに突き詰めるならば、やはりこっちの方がちょっと重い分しっとり感とか重厚感は上かなと思います。 EQE はもっとね足の動きとか柔らかくて、軽やかにしなやかみたいな感じかな。それに対してこちら EQS はもっとねずっしり重厚で、まあ足の硬い柔らかいで言ったら、もしかしたら重たい分硬いのかもしれません。その分フラット感もある。だけどその先のね足さばきみたいなところはしなやかになってて、それがねこうひたひたと路面の上をね、まあ本当魔法の絨毯みたいな話をしたくなるような乗り味、まあ、メルセデスライドにつながっているなというところです。700キロの航続距離ねあるのを本当にフルに活かして長い距離乗っていきたくなるような魅力がしっかり備わってる。まあそれ S クラスじゃんっていう感じなんですけど、まさにそうで、バッテリー V でもメルセデスベンツね、やっぱり本当に理想としてる姿ってのは変わらなくて、あの世界観なんだなというのを乗ると思います。でさらに言うと、その静か滑らか力強い電気モーターという武器を手に入れたことで、メルセデスベンツはそのらしさに、まあ、さらに磨きをかけることができるようになった、まあ、これ実はいろんなところで行ったり書いたりしてるんですけど、乗るたびに実感しますね。語弊があるかもしれませんけど、今ある中での究極のメルセデスベンツ、もしかしたらそれはこの EQS なのかもしれないなんてことも個人的には思います。はい、この EQS450 プラス価格は1578万円となってます。補助金とかいろいろ考えると、まあ1300、1400万ぐらいの話になってくるんでしょうかね。今のねメルセデスベンツ S クラス乗ってる方で、まあこういうバッテリー部位をね、使い勝手が悪くない環境におられる方はね、これは真剣に候補にしてもいいんじゃないかなという一台です。なんか失ってるものはないし、
パッケージであり先進装備でありでこう新しい得ているものというかそういうものもある、まあ、あるいは、言い方が難しいですけどバッテリー EV ならではのその魅力実力を持ってS クラスではまだ見えないというか S クラスよりもう一歩さらに先のメルセデス・ベンツの理想像みたいなものが垣間見える感じも正直します。なのでねこれは、メルセデス・ベンツファンにとってはもちろん見逃せない車だと思いますしこの新しさはね今までメルセデス・ベンツはちょっと自分にとってブランドとしては縁がないなと思っていた人なんかも引きつけるものがまあそれこそじゃあテスラ買おうかなみたいな人にとってもええー、と思うような引きつける魅力を持った一台まあそういう風に言っていいのかなと思います。まあ個人的にはねフォーマチックの AMG じゃないやつがあったらいいなという感じがしてます。このねユーティリティ性とラグジュアリープレステージ性の両立ぶりに僕はかなり惚れていてまあ買える値段ではないんですけどもしねそういうモデルがあったらそれこそ雪山だって四駆ならいけるよねみたいなねそんなことを思ったりすると、まあ、万能にね、アウトドアとは言わないけどもそういうところも楽しめるんじゃないかなとなんか趣味みたいなものもアクティブに楽しめるそういう車になるんじゃないかなというふうに思うんでそういうのもあったらいいなとね、本国にはあるんだしなっていうただそれも日本のこういう、まあ、バッテリー EV 市場がというかメルセデスのバッテリー EV がねどんどん受け入れられるとその先の話もできるようになってくるのかなと思いますんで、まあ、今後の展開を楽しみにしたいと思います。